その6朝も十時近くになって布団の中で目を開いた美佐子は庭の方で子供と犬とが戯れている声をいつになくのんびりとした心持ちで聞いていた「リンディリンディピヨニピヨニ」オニと子供はしきりに犬を呼んでいる。 ピオニーというのは前から飼っているコリーシュのメスで去年の5月に神戸の犬屋から飼った時にちょうど花壇に咲いていた牡丹にちなんで名を付けたのだがヒロシは早速土産のグレイハウンドを引き出してそのピオニーと友達にさせようとしているらしい「いかんいかんそう君のように急に仲良くさせよったってダメだ放っておけば自然によくなるよ」 そう言ってるる。のは高夏であるだっておじさんメスオスならば喧嘩しないって言うじゃありませんかそれにしたってまだ昨日来たばかりだからダメだ喧嘩したらどっちが強いかしらそうだな本当にちょうど両方同じくらいな大きさなんでいけないんだなどっちか小さいと大きい方が相手にしないんですぐに仲良くなるんだがな その間も2頭の犬はカわルガール吠えていた夕べ帰りが遅かった美佐子は旅の疲れで眠そうにしていた高梨と230分しゃべったばかりで土産の犬はまだ見ていないのだがあのひいひいと風声のようなかすれた声で泣いている方がピオニーであろう彼女は夫やひろしほどに犬好きではないのだけれどこのピオニーはいつも帰りが10時過ぎになる時には ジーヤと一緒に停留所まで迎えに出ていてくれるのであるそして彼女が改札口から現れると鎖の音をチャリンと言わしていきなり飛びつこうとするのである彼女はそんな時ジーヤを叱って着物についた泥足の跡を払いながらもだんだん犬が前ほどは嫌いでなくこの頃では気が向くと撫でてやったりミルクを与えたりなぞしていた 夕べ電車を降りた時にもピオニーや今日はお前のお友達が来たんじゃないのとそう言って飛びついてくる頭をさすったどうかすると誰より先に自分の帰りを喜んで迎えるこのピオニーが夫の家の代表者のように思いもした雨戸は気を利かして閉めてあるのだが欄間の障子にギラギラしている日差しの様子では 外は桃のお花の咲きそうなうららかな天気になっているらしいそういえば今年のお節句にはひな人形を飾ったものかどうであろう彼女は初節句のお祝いに人形好きの父親が特別に京都の丸平でこしらえてくれた古風なひなを結婚の時道具と一緒に芝家へ持ってきているのである そして関西へ移ってからは土地の風習に従って一月遅れの4月の3日を節句にしていた。女の子のない家庭ではあり、彼女自身はそんなものに今までは大した愛着もないのであるから、そう昔風なしきたりを固守するまでもないのだけれど、実を言うと京都が近くなったために、毎年父親が節句になるとその人形を懐かしがってわざわざ見にやってくるのである。 現に去年も一昨年もそうであったから今年も多分忘れてはいないであろうそれを思うと物置の奥から一年間の埃のたまったいくつもの箱を引きずり出す面倒はしのぶとしてもまたこの間の弁天座の時のような窮屈な場面が想像せられて気が重くなってくるのであったどうかして今年は飾らないで済ませる方はないかしらん。 夫に相談ししてみようかしら一体あのひなを自分はこの家を出るときに再び持っていったものかどうであろう残しておかれたら夫は迷惑するのではなかろうか今になって急にそんなことが気にかかり出したというのはたぶん、今年の桃の節句にはもうこの家にいないであろうとぼんやり思っていたからなのだがそれが こうして寝室の中にこもっていてさえそぞろに春が感じられる暖かい陽気になってしまった美佐子は仰向きに枕へつむりをのせたまましばらく欄間に映っている明るい日陰へ目をやっていた久しぶりに十分な眠りをむさぼったので眠気は残っていないのだけれど手足をのびのびとさせているのがいつまででもいい心持ちで ちょっとはシトネのぬくもりを捨てることができない彼女の隣にはヒロシのシトネがもう一つ隣の床の間寄りには夫のシトネが敷いてありながらその二つともとうに空っぽになっていてルリ色のコいまリの壺に椿の花の生けてあるのが夫の枕の向こうに見える今日は高夏という客もあるのだしもう起きなければ悪いのであるが しかし彼女がこんなにゆっくり朝寝坊をしていられることはめったにないのであるなぜなら夫婦は広ロを中に挟んで眠る習慣をその子が生まれた自分から今日までずるずるに改めずにいて子供が起きると必ずどっちかが起きないではいなかったそして大概の場合には夫を寝かしておくために彼女が先に起きるからだった日曜の朝なぞ 少しはゆっくり寝かしておいてもらいたいのに、学校がなくても、やはりひろしは7時に起きてしまうので、彼女も一旦は起きなければならない。もっとも、2、3年この方、だんだん体が超えてくる傾きがあるので、睡眠時間を減らした方がいいと思っているのだし、目に仮のできるのは、そうまで苦痛に感じていないようなものの、朝寝の快感はまたおのずから別である。 あまり眠りが足りなすぎるのも不安になってたまには睡眠剤の力で昼寝をしようとすることもあるけれどもかえって頭がさえてしまっておちおちと眠れない一週に一度大阪の事務所へ顔を出す日に夫がわざと気を利かして子供と一緒に出かけてくれるようなことは月に23度あるかないかであるとにかく寝ても寝られないでも こうして一人寝室を占領していられるのは近頃珍しいのである犬の鳴き声はまだ聞こえているリンディピオニーとヒロシは相変わらず呼んでいるその想像しいのがいかにも春らしくのどかに響いてこの五六日光成を続けている空の色が思いやられたいずれ今日のうちには 高夏を相手に話さなければならないのだが、それさえ今の彼女には、ひな人形の程度以上には気苦労の種にならなかった。心配をすればキリがないから、すべてのことをひな人形を扱うように扱って、いつでも今日のお天気のように、うららかな気分でありたい。彼女はふと、リンディというのはどんな犬かしらと、子供のような好奇心を感じた。 そしてようようその好奇心に免じて起きようという気になった「おはよう」と肘掛け窓の雨戸を一枚だけ開けて彼女は子供に負けないほどの声で叫んだ「おはよう」いつまで寝てるんです何時もう十二時「嘘よそんなじゃないことよまだやっと十時ごろよ 驚いたな。このお天気によく今自分まで寝ていられるな。ふふ、寝坊をするのにもいいお天気よ。第一お客様に対して失礼じゃないですか。お客様だと思っていないから大丈夫だわ。いいから早く顔を洗って降りてらっしゃい。あなたにもお土産があるんだから。窓を見上げている高夏の顔は梅の枝に遮られていた。 その犬うんこいつが目下上海で大流行のやつなんだ素敵でしょうお母さんこの犬は本当はお母さんが連れて歩くといいんですってどうしてグレーハウンドというやつは西洋では夫人の装飾犬になっているんだつまりこいつを引っ張って歩くと一層美人に見えるんだな私でも美人に見えてもちろん見えます受け合います だけどずいぶんキャシャな犬ね。そんなのを連れて歩いたらなおさらこっちが太っちょに見えちまうわ犬の方でそう言うだろうこの奥様は我輩の装飾になるって覚えてらっしゃいははははと宏も一緒になって笑った庭には梅の木が五六株あった 以前この辺が百姓屋の庭であった頃からのもので、早いのは2月の初めから順々に花を持ち続けて、3月中は次から次へ咲いていたのが、今ではあらかた散り果てた中に、まだ2、3輪は真っ白な粒を光らしていた。2頭の犬は、噛み合いをしない程度の隔たりを置いて、その梅の幹へそれぞれつながれているのである。 ピオニーの方もリンディの方も吠えつかれたという形でスフィンクスのような姿勢で下腹をぺったり土へつけたまま向かい合ってにらめくらをしていた。梅の枝がいくつも交作しているのではっきり見定めにくいけれど夫は洋館のベランダにいるらしい。紅茶の茶碗を前にして遠い椅子に寄りながら大型の洋書のページをめくっているのがわかる。 寝巻の上に大島の羽織をまとってメリアスのパッチの端を不格好に素足のかかとまで引っ張っている高松は庭先へ椅子を持ち出していた「そこにつないでおいてちょうだい今すぐ下へ見に行きますから」彼女はざっと朝の風呂に浸かってからベランダへ出た「どうなすったのもうご飯はお済みになったの?」「すんじまったよ」 待ってたんだがなかなか起きそうもないもんだから。夫は片手で茶碗を空に捧げながら膝の上にある本をみいみい茶をすすった。奥様お風呂が沸いていますぜと高夏が言った。ここのうちじゃ奥様は一向愛想がないが女中の方は関心だ。我が輩のために朝早くから風呂を焚きつけてくれるんだから。僕の入った後でもよけりゃ入ってらっしゃい。 入ってきたのよ、今。あなたの後だと知らなかったもんだから。へえ、それにしちゃ早かったな。大丈夫高夏さん。何があなたの後でも、シナの病気が移らないこと冗談でしょそりゃあ僕よりか芝君の方だ。僕のは内地仕込みだからな。君のやつほど危険じゃないよ。 お母さんお母さんと庭で広志の呼ぶ声がした。リンディを見にいらっしゃいよ。見るのはいいけど、今朝はお前と犬のおかげで目が覚めちゃったのよ、お母さんは。朝っぱらから高夏さんまで一緒になって大きな声で怒鳴るんだもの。僕はこう見えてもビジネスマンだからね。 上海にいると朝は5時に起きてオフィスへ出るまでに北支線路からキャンアンの方までギャロップしてくるんだよ今でも馬をやってるのかいうんどんな寒い日でも一遍ぐるっと回ってこないと気持ちが悪いね犬をこっちへ連れてこさせたらいいじゃないか要はベランダの日だまりを動くのが嫌だというなりで梅の木の方へ立っていく二人に言った ヒロシア、お父さんがリンディを連れてらっしゃいって。リンディー。茂みの向こうの梅の枝がざわざわと揺らいで、ピオニーの方が突然ヒーヒーしゃがれ声を立てた。これ、ピオニーこれ。おじさんおじさん、ピオニーが邪魔をしてしようがないから連れに来てくださいよ。嫌だよ、ピオニー。まあ、そう飛びついちゃ嫌だったら。 頬をなめられそうになった美佐子は庭下駄のまま慌ててベランダへ駆け上がりながら言った「お前はしつこいから嫌さ本当にピオニーなんか連れてこないでもよかったのにだってお母さん騒いでしようがないんですよ犬というやつはひどくやきもち焼きだからね階段の下に立っているリンディのそばにしゃがんで」。 高夏は平手でしきりに犬の喉首をなでていた何をしてるんだダニでもいるのかいやここをこうしてさすってみたまえ。実に妙だよ何が妙なんだこうしているとねこの喉首のところの手触りが全然人間のここと同じなんだよ高夏は自分の喉をなでてみては またた犬の喉を撫でみさこさんちょいと触ってごらんなさいよ嘘じゃないから僕触ってみようと母親より先にひろしがしゃがんだいや本当だちょいとお母さんの喉に触らしてなんだよひろし犬とお母さんと一緒にする人がありますかありますかって君のお母さんの肌なんぞとてもこんなにスベスベしちゃいないぜ。 この犬に似てたら大したもんだぜじゃあ高夏さと私の喉に触ってみてちょうだいまあまあ一遍この犬を試してごらんなさいどうですほら不思議でしょふーん不思議ねまったく嘘じゃないことねあなたは触ってご覧にならないどれどれと言って金目も降りてきたなるほどこりゃ妙だな 人間にそっくりで変な気がするなね新発見だろ毛が短くって手スのようだもんだからほとんど毛の感じがしないんだねそれに首の太さがちょうど人間ぐらいなのねあたしの首とどっちかしら美佐子は両方の手で輪を作って犬の首と自分の首とを測り比べたでもあたしより太いんだわ 長きて華奢だもんだから細いように見えるけれどいや僕と同じだと高夏が言ったカラーだったら十四半だなじゃあ高夏さんに会いたくなったらこの犬の喉を撫でたらいいのねおじさんおじさんひろしがわざとそう呼びながらもう一度犬のそばにしゃがんだ ははは、<laughs> 倫理をやめておじさんにするか。なあろし。そうしましょうよお父さん。おじさんおじさん。高菜さんこの犬は私のところよりどこか他へ持っていったら喜ぶ人がありそうだわね。なぜお分かりにならない私ちゃんと知ってるのよ。きっとこの喉を撫でてばっかりいる人がありはしなくて。 おいおい、間違いじゃないのかい僕のところへ持ってきたのは。どうも君たちはけしからん。子供の前でそういうことを言うもんじゃないよ。だから子供が生意気になってしようがない。あ、そういえばお父さん、昨日神戸から連れてくる時に、この犬を見ておかしなことを言った人があるんですよ。と、ひろしが話の風向きを変えた。へえ、なんだって ジーやと二人で海岸通りを歩いていたら、酔っ払いのような人が珍しそうについてきて、なんや、けったいな犬やな、ハモみたいな犬やなって。はははは。考えたね、ハモとは。なるほど、ハモの感じだよ。リンディ、お前はハモだとよ。ハモのおかげで、おじさんの方は助かったらしいね。金目が小声で混ぜっ返した。 だけど顔の長いところはピオニーもリンリもよく似ているのね。コリーとグレーハウンドとは顔も体つきも大体同じものなんだ。ただコリーの方はバラ毛髪でグレーハウンドの方は単毛なんだ。犬の知識のない人にちょっと説明しておきますがね。喉はどうなの喉の話はもうやめます。あんまり愉快な発見でなかったから。 ここうして2匹が石段の下に並んでるところは三越のようね。三越にこんなものがあるんですかお母さん困るなあ君は江戸っ子のくせに東京の三越を知らないなんてそれだから大阪弁がうまいわけだよだっておじさん東京にいたのは僕が6つの時ですものへえもうそうなるかね早いもんだねそれきり君は東京へ行かないのか ええ行きたいんだけれどいつもお父さん一人だけでお母さんと僕は置いてきぼりなんですおじさんと一緒に行かないかちょうど学校はお休みだし三越を見せてやるぜいつ明日かあさってあたりさあどうしようかなそれまで愉快に喋っていた子どもの顔にひょいと不安の影がさした 行きたいことは行きたいんだけれどまだ宿題がやってないしなだから宿題を早く済ましておしまいなさいってこの間からお母さんが言ってるじゃないの一日かかったらできるだろうから今日中にせっせとやっておしまいそしておじさんに連れてっておいただきよそうしそうしなあに宿題なんか記者の中だってやれるおじさんが手伝ってやるよ 幾日向こうにいるんです、おじさん。君の学校が始まるまでに帰る。どこへ泊まるの帝国ホテル。でも、おじさんはいろいろ用が終わりになるんじゃないですかまあ嫌だ、この子は。せっかく連れてってくださるっていうのに、何のかのって文句を言うことはないじゃないか。本当に高夏さん、ご迷惑でも連れてってやってくださいよ。 日いいんですよそういう母の目の内を見ながらひろしは少し青ざめた顔でニヤニヤしていた東京へ連れて行くという話は偶然ここで持ち上がったに過ぎないのであるがそれをひろしはそう取らないであらかじめ示し合わせておかれたように感じているのに違いなかった本当に自分を喜ばしてくれるためなら 無論、行きたくないことはない。が、東京から帰る記者の中で、このおじさんが何を言い出すかもしれない。ひろしくん、き帰っても、もうお母さんはうちにいないのだよ。おじさんは君にそのことを話すように、お父さんから頼まれてきたのだ。と、そう言われるのじゃないかしら。なんだかそれが恐ろしくもあり。と言って、あまり子供らしい馬鹿げた想像のようでもあり。 大人の心を図りかねて妙にうじうじしているのであったおじさんはどうしても東京へいらっしゃる用があるんですかなぜ用がなかったらうちにいつまでも泊まっていらっしゃるといいんだがなその方がみんなが面白いじゃありませんかお父さんだってお母さんだってうちの方はリンディがいるからいいじゃないか お父さんとお母さんは毎日喉を撫でているとさ。リンディじゃ口を聞かないからダメだ。ねえリンディリンディお前はおじさんの代わりはできないね。ひろしは照れ隠しにまた犬の前にしゃがんで喉をさすってやりながらその横腹へ顔を当てて頬ずりをした。声の調子とその様子とが少し変だった。泣いているのかもしれないと。 大人たたちは思った「家庭の中にどういう事件が差し迫っているにもせよ高夏がいるとみんながのんきに冗談を言える心持ちになるのは事実であったそれは高夏がそういうふうに仕向けてくれるせいもあるのだが一つには高夏だけが全ての事情を知っていてくれるこの人の前では芝居をするには及ばないということが夫婦の胸を軽くしてくれるせいでもあった」。 美佐子は本当に幾月ぶりで夫の高笑いを聞くのであろう南を受けたベランダに差し向かいの椅子に寄りかかり子供と犬との戯れるのを眺めながら日を浴びているこの平和さ夫が語り妻が応じて遠来の客を迎えつつあるこの窓かさは世間を欺くという必要が除かれたためにかえって自然の夫婦らしさが まだいくらかは残っていることを示していたそして夫婦はこれがいつまで続くものではないにしてもこういう場面にしばらく自分たちを安らわせてほっと一息入れたいのであった面白いのかいその本はだいぶ熱心じゃないか面白いよなかなか要は一旦テーブルの上に伏せた要書を取り出して それを自分にだけ見えるように顔の前へ立てていた開いたところの一方のページに裸体の女軍が遊んでいるハルムか何かの銅版の挿絵があるのである「何しろそいつを手に入れるにゃケリー・ウォルシーへ何とかけ合いに行ったかしれんぜヨーヨーイギリスから取り寄せたというんで出かけていくと先は足元を見やがったのか200ドルがビタ一文もまからない。 この本はもっかロンドンにだって二部とはないそれを負けろなんてお前が無理だと抜かすんだこっちは本の相場なんてものは一向知らんのだしまあまあそれもそうだろうがというわけでさんざ押し問答したあげくやっと1割引かしたんだが金はその代わりキャッシュで即座に払えというんだまあそんなに高い本なのだってお前これ一冊じゃないんだぜ全部で17冊あるんだぜ その17冊もあるやつを持ってくるのがまた一苦労だったんだよ。オブシーンブックだという話だし、イラストレーションもあるというんで、税関に見つかったら厄介だと思って、トランクの中へ押し込んできたのはいいんだが、そいつがバカに重いもんだから持ち運びが大変で、どのくらい骨を折ったか知れんね。よっぽどダチンをもらわなきゃ合わん仕事だよ。<laughs> 大人のを読むアラビアナイトって、子供のと丸切り違うんですか、お父さん。 高夏の言葉におぼろげながら好奇心を感じたらしい博はさっきから父の手の影になった挿絵の方へ探るような目を光らしていた「違うところもあるし同じところもある」「アラビアンナイト」というものは全体大人の読む本なんだよその中から子供が読んでもいいような話だけを集めたのがお前たちの持ってるやつさじゃあアリババのお話はあるある。 アラジンと不思議なランプはある。開けゴマはある。お前の知ってる話はみんなある。英語だと難しくはないお父さんはそれをお読みになるのに幾日ぐらいかかるんですお父さんだってこいつをみんな読みはしないよ。面白そうなところだけを探して読むんだ。しかし読むから関心だよ。僕なんかとんと忘れちまったね。 英語なんてものは商売のほかには使う時がないんだからそれが君こういう本だと誰でも読む気になるから奇妙だよコツコツ地引きを引きながらでもいずれ君のような暇人のやることだな僕みたいな貧乏人にはとてもそんな時間はないよだって高夏さんは成金だっていう話じゃないのところがせっかく儲けたと思ったら またた損をしちゃったどうしてドルの相場でそうそう180ドルはいくらになるんだい忘れないうちに払っておこうかいいんでしょこれはお土産なんでしょバカ言っちゃいけないそんな高いお土産があるもんかこれはそもそも頼まれて買ってきたんですよじゃあ私のお土産は高夏さんいやそいつをすっかり忘れていたっけ ちちょっっとあっちへ見に来ませんか。どれでもあの中でいいのをあげます二人は高夏のお部屋にあてられた洋館の2階へ上がったその7まあ臭い部屋へ入ると美佐子はバタバタとた元でその辺の空気をはたいたそしてその袖で顔を押さえて急いであるだけの窓を開いた い本当に高夏さんは今でもあれを召し上がるのええ食べますよその代わり始終この通り上等の葉巻を吸っているんだ葉巻の匂いがごっちゃになってるからなお変なんだわまあ本当に部屋中にこもっちまって何ていう臭さだろうこんな匂いをさせるんならうちの寝巻きを着ないでちょうだいよなあに 洗濯をすすすぐに落ちますよ。着てしまったものを今更脱いだって同じことさ庭では別段気が付くほどではなかったのだが締め切ってあった洋室の中には一晩中よどんでいた葉巻の匂いとニンニクの匂いとがむっと花をさすばかりに混じっていたシナに住んだらシナ人と同じように盛んにニンニクを食べるに限る ニンニクさえ食べていたらフード病にかかる心配はないと、そういうのが高夏の持論で、上海の彼の厨房では、毎日必ずニンニク入りの品料理を欠かしたことがないのである。シナ人だったらきっと料理にニンニクを使う。ニンニクの臭わないシナ料理なんて、シナ料理のような気がしない。と言って、彼は内地へ帰るのにも、乾かしたニンニクを持って歩いて、 時々それをナイフで削ってはオブラートへ包んだりして自薬のように飲んでいた。胃腸を強くするばかりでなくエネルギッシュになるんだからやめられないというのであったが、高夏が千の女房に逃げられたのはあんまり荷に臭かったせいだぜと金目は冗談にそう言い言いした。五章ですからもう少し向こう行っていてちょうだい。臭かったら花をつまんでらっしゃいよ。 そう言って片手でパッパと煙を吐きながらもういい加減クズ屋へ売っても惜しくなさそうな旅行連れのしたスーツケースを寝台の上いっぱいに広げたまあ随分買い込んでいらしたのねまるで呉服屋の番頭みたいにええ今度は東京へ行くもんだからねお気に召したのがあればいいんだがどうせまた悪口じゃないのかな私にいくつくださるの 2本か3本に願いたいねどうですこれは地味だわそんなのこれが地味かな一体いくつになるんですよ老朽症の番頭の説じゃ22さんのお嬢様か若奥様向きだって言ってたんだがそんな品人の番頭の言うことなんか当てになりゃしないわ品人とて言うけれど日本人が大勢買いに行く店で日本人の好みはよく知ってるんですぜ 僕んところのやつなんかいつでもここの番頭に相談するんだ。でも私そんなのはいや。第一それは五郎じゃないの欲張ってるな。五郎なら三本だが、ドンスなら二本しかあげられませんよ。じゃあドンスをいただくわ。まだその方がいくらか得だから。どうこれは。それか。それかって何よ。 そいつは浅部の一番下の妹にやるつもりだったんだあ,あ驚いたそりゃ鈴子さんがおかわいそうだわ驚いたとは僕の方で言うこっですよこんな派手な帯をしようなんて色気違いだなふふ、<laughs> どうせ私は色気違いよハッと高夏が思った時はもう遅かったが美佐子はその場を救うためにわざとズうずうしく笑った いやあ、失言失言。今のは本院の過ちでありました。ただいまの言葉は取り消しますから、即記録へは載せないように願います。ダメよ、今さら取り消したって。もう即記録へ載ってしまってよ。本院は決して悪意で申したのではない。しかし、ゆえなく淑女の名誉を傷つけたるのみならず、だりに偽情を騒がしたる罪は、慎んで陳謝いたします。ふふ、あんまり淑女でもないんだけれど。 では、取り消さないでもいいですかいいわ。どうせ、いずれ傷のつく名誉なんだから。そういったもんでもないでしょ傷をつけないようにと言うんで、いろいろ苦心してるんでしょそれは、要はそうなんですけれど、そんなこと言ったって無理だと思うわ。昨日何かお話になったのうん。どう言うんでしょう、要の方は。 例によって一向容量を得ないんだ。二人は華やかな帯地の切れが取り散らかされたスーツケースを中に挟んで寝台の両端に腰をかけた。あなたの方はどう言うんですどうって、そりゃあそう一口には言えやしないわ。だから一口でなくてもいい、二口にでも三口にでもして言ってみたら。 高夏さんは今日はお暇なの今日は一日空けてあるんですそのつもりで昨日の午後に大阪の夜を済ましてきたんだから要は今日は昼から博君を連れて宝塚へでも出かけようかって言ってましたぜ博には宿題をやらせましょうよそして東京へ連れて行ってくださらない連れて行くのは構わないが さっきそぶりがおかしかったな泣いていたんじゃなかったのかなそうよきっとあれはああいう風なんですから私どういう気持ちになるものか23日の間でもいいからいっぺん子供というものを自分のそばから話してみたいのそれもいいかもしれないなその間に芝君とも十分話し合ってみるこったな 要の考えは高松さんから聞かしてくださる方がいいわ二人で花を突き合わせるとどうしても思うように口がきけないのある程度まではいいけれどそれ以上に深入りすると涙ばかり出てきちまって一体しかし麻生君のところへ行けることは確かなんですかそりゃあ確かだわ結局のところは二人の決心次第だと思うわ 向こうの親や兄弟は何も知っていないのかしらうすうすは知っているらしいのどういう程度にまあ要が承知で時々会っているらしいというくらいな程度に見て見ないふりをしてるんですねそうなんでしょうそれより仕方がないんでしょうじゃあもし問題が現在以上に進んできたら それも、まあ、こっちの方が円満に別れた後のことならば、故障は言わないだろう。お母さんは自分の心持ちを分かっていてくれるからって。再び庭で二頭の犬がいがみ合いを始めたらしく、キャンキャンと泣いた。まあ、また。と、美佐子はちょっと舌打ちをして、膝の上でいじくっていた帯地の巻物をだらりと投げると、立って窓際の方へ行った。 ひろしや、犬をあっちへ連れてったらいいじゃないの。うるさくてしようがありゃしない。ええ、今は連れてくところなんですよ。お父さんはお父さんはベランダ、アラビアンナイトを読んでいらっしゃいます。お前、宿題を早くやっておしまい、遊んでいないで。おじさんはまだおじさんを待っていないだってようござんす。 おじさんおじさんってまるで自分の友達のように心得てるんだねお前はだって宿題を手伝ってくださるっておっしゃったからダメダメ何のための宿題です自分でやらなきゃいけませんはーいと言って犬と一緒にバタバタかけていく足音が聞こえたひろしくんにはお母さんの方が怖いらしいなええ 要は何にも言わないんですものけど別れるとなったら父親よりも母親の方に別れづらくはないかしらそりゃあお母さんは女の身一つで出ていくんだからそれだけ同情が寄るかもしれんなそう思う高夏さんは同情は私要の方に集まると思うの形の上では私が要を捨てたように見えるんだから 世間は私を悪く言うでしょうし、子供にしてもそんな噂が耳に入れば私を恨みはしないでしょうか。しかし大きくなれば自然に正しい判断を下すようになりますよ。子供の記憶は確かなものだから、成人してから小さい時のことをもう一度はっきり取り出してみて、これはこうだった、あれはああだったというふうにその時の知恵で解釈する。だから子供は油断がならない。 いずれ大人になる時があるんだから美佐子はそれには答えないでまだ窓際に佇たずんだままぼんやり外を眺めていた梅の木の間を小鳥が一羽枝から枝へ飛び移っているうぐいすかしら赤霊かしらと思いながらしばらくそれを目で追っていた梅の向こうの野菜畑で ジーヤがフレームの蓋を開けて何かの苗を畑へ植えているのが見える二階からは海は望めなかったが青々と晴れた海の方角の空を見つめると何がなしにほっと重苦しいため息が出た「今日は住まいは行かなくてもいいんですか?」ふふ、と彼女は顔は見せないで苦笑いで答えた。 この頃はほとんど毎日だそうじゃないですかええ会いたいなら行ってらっしゃい私そんなにすれっからしに見えて見えると言った方が気に入るのかどっちかな正直のことを言ってちょうだいやはりいくらか勝負型だだんだんそうなりつつあるということに 昨日意見が一致したんだ自分でもそれは認めているのでも今日はいいのよ高夏さんがいらっしゃるからってそう言ってあるの第一お客様を放っておいちゃこのお土産に対しても失礼だわよくそんなことが言えるな昨日は一日いなかったくせに昨日はそりゃ要が話があるだろうと思ったから それじゃあ今日は奥様でえか。とにかくあっちの日本馬の方いらっしゃらないあたしお腹が減ってるのよ。上がらないでもあなたも見物に来てちょうだい。帯はどれに決めるんですまだ決めてないのよ。後でゆっくり見せていただくから店を広げておきなさいよ。あなた方はご飯が済んだんだからいいでしょうけれど、あたしはペコペコなんだから。はしご団を織り品に 下の洋室を覗いてみると、金目はいつかベランダからそこへ移って、ソファーへ仰向けになりながら、まだ熱心にさっきの本を読み続けていたが、廊下伝いに日本間の方へ行く足音に、どうしたいいいのがあったかいと気のなさそうな声をかけた。ダメなのよ、高松さんは。お土産お土産って触れ込みばかり大きくって、そりゃしみったれなんだから。 しみったれなもんか、あなたが欲張りすぎるんだよ。だって、五郎なら三本だが、ドンスなら二本だなんて。それで嫌なら立って差し上げようとは申しません。こっちも大きに助かるわけだ。ふふ。半分は上の空らしい愛想笑いをしただけで、静かにページをくる音が聞こえた。当分はあれに夢中らしいな。と、廊下を曲がりながら、 高夏が言った。ええ何でも珍しいうちだけで長続きはしないのよ子供におもちゃをあてがったようなものなんですから」。美佐子は八丈の茶の間へ入ると夫の座る座布団の上へ客を生じて自分は下の茶布団の前に座りながら「おさよやトーストを持ってきておくれ」と台所の方へ言いつけておいて後ろの桑の茶箪笥を開けた。 紅茶がいい日本茶がいいどっちでもいい。何かお菓子のうまいのはないですか西洋菓子ならここにユハイムのがあるわ。それで結構人の食うのをただ見ていたってつまらんからな。ああ、ここへ来たんで生成したけれど、でもまだなんだか臭いよね。いくらかあなたにも映ったかしれね。まあなんというか、明日出かけてごらんなさい。 高夏さんと付き合っているうちは来てくれるなって言われそうね。だが本当に惚れ合った仲ならニンニクの匂いぐらい何でもないはずだがな。それでなけりゃ嘘ですよ。ごちそうさま。何をおごってくださるのそう先回りをされちゃ困る。まあトーストでも上がってください。だけど、この匂いが好きになった方があってありましたとも。よしこなんぞはそうでしたよ。 へえじゃあクサインで逃げられたっていうのは嘘そりゃあ芝君のでたらめだ今でもニンニクの匂いを嗅ぐと僕のことを思い出すって言うそうですよあなたは思い出さない出さなくもないがありゃあ遊ぶには面白いけれど女房にする女じゃない娼婦型うんじゃあ私と同じね あなたのは腹からの勝負じゃない。勝負と見えるのは上っ面で、芯は良妻賢母だそうだ。そうかしら。そらっとぼけているのかどうか、食べる方にも余念もないという様子で、即席のサンドイッチをこしらえるのにかまけている彼女は、縦に2つに切ってある酢漬けのきゅうりを細かに刻んでは、それと蝶詰め等をパンの間へ挟みながら、器用な手つきで口の中へ運んだ。 うまそうだな、それは。ええ、うまいわよ、なかなか。その小さいのは何だろうこれこれはレバーのソーセージ。神戸のドイツ人の店のよ。お客様にはそんなご馳走が出なかったぜ。そりゃそうだわ。いつも私の朝のおかずに決まってるんですもの。それを僕に一切れください。菓子よりその方が欲しくなった。 意地汚なね。さ口をあんと開いて。あ<ー>ん。ああ、草。フォークに触らないようにして、パンだけうまく取ってちょうだい。どううまい。もうあげないわよ。あたしのがなくなっちまうから。フォークを持ってこさせたらいいのに、手ずから人の口の中へ突っ込むなんか、そういうところが勝負なんだな。文句を言うなら人のものなんか食べないでちょうだいよ。 ししかし昔はこんな武作法がやれる人じゃなかったんだが随分しとやかで慎み深くってえええそうでしょうともあなたのはつまり腹からじゃなくて一種の虚栄心なんだな虚栄心ああわからないわ私く君に言わせると あなたを娼婦型にしたのは自分が仕向けたんだから自分に責任があると言うんだが僕はそうばかりも言えないと思う要にそんな責任を負ってもらいたくないわやっぱり自分の生まれつきにそういうところがあるんだと思うわそりゃあどんな良妻賢母だって全然娼婦的の性質がないことはないさけどあなたのは今の結婚生活から来ていやしないか つまり人から寂しい女だと思われるのが嫌なんで勤めて華やかにしようとした結果じゃないのかなそれが共栄心やっぱり共栄心の一種さ夫に愛せられないのを人に知られたくないというそこまで言っちゃ悪いかもしれないけれどいいえちっとも構いませんどうぞ遠慮なくおっしゃってちょうだい あなたは弱みを見せまいとして強いて華やかにはしているけれど、時々記事の寂しいところが出ることがある。他の人は気がつかないでも、芝くんにはそれがわかるんじゃないのかな。金目がいると妙に私は不自然になるのよ。金目がいる時といない時とで、私の態度がいくらか違うと思いにならない芝くんがいないと、あなたはむしろすさんで見えるね。 高夏さんでさえそうお感じになるくらいだから、きっと嫌な気がするだろうと思って、要の前ではどうしても硬くなってしまうの。それはどうも仕方がないわ。麻生君の前では無論、勝負型の方が出るんだろうな。そうでしょう、きっと。夫婦になると、それが案外、そうでなくなりはしないかしら。麻生とだったら、そんなことはないと思うわ。 けど人の才君であるうちは妙によく見えるもんなんだ。今のあなた方は遊戯の気分でいるんだからな。結婚したって遊戯の気分でいられやしないそれがそういけばいいけれどね。そういくつもりよ私は。結婚というものを非常に真面目に考えすぎるからいけないんじゃないじゃあ飽きたらばまた別れるか。 そうなるわけね、理屈の上では理屈の上でなくあなた自身の場合にはフォークを動かしていた彼女の手がキュウリの一切れを突き刺したまま急に皿の上で止まった飽きる時があると思うんですか私は飽きないつもりなの。 君は。飽きないとは思うけれど飽きないという約束をするのは困るというのそれでもいいんですかあなたは私にはその気持ちはよくわかるのよそりゃ飽きないって言ってしまえばいいんだけれど自分は恋愛の経験は今度が初めてなんだから今のところでは永久に変わらないような気がしていても 実際それがどうなるものか、先のことは自分にも分かっていない。自分に分からないことを約束したって無意味だし、嘘をつくのは不愉快だからって言うんですの。しかし、そういうもんじゃないがな。先のことなんか考えないで、一途に飽きないと言い切れるだけの真剣さがなけりゃ。それは性質じゃないかしら。いくら真剣でも、自分を解剖するたちの人だったら、なかなかそうは言えないんじゃない 僕だったら結果は嘘をつくことになってもその時はちゃんと約束するな。麻生はまた生じ約束なんかするとそれがあるために帰っていつも飽きやしないか飽きやしないかという気がするに違いない自分の性質ではきっとそうなるからってそれを恐れているんですのだからお互いに約束をしないで現在のままで一緒になるのが一番いい自分の気持ちを縛らないでくれた方が 結局長く続くからって。そうかもしれないが、どうも少し。何なの遊戯気分が過ぎるようだな。私には性格がわかっているから、そう言われた方が安心なんだけれど。柴くんにはそれを話したんですか話さないわ。今日までこんな話が出る機会もなかったし。 話したって無駄なんですからだけどもそりゃ乱暴だな将来の保証もなしに別れるというのは自然と声が激してくるのをこらえながらそう言いかけた高夏はその時両手を膝に置いて静かに両目を柴たたいてる美佐子に気づいた僕はそんなんじゃないと思ったそう言っちゃ失礼だが 夫を捨てていくという以上はもう少し真面目なんだろうと思っていたんだ「不真面目じゃないことよ私どっちにしたって別れた方がいいんですからだからこうなる前にもっとよく考えりゃよかったんだ考えたって同じことだわ夫婦でもないのにここにいるのはつらいんですもの」両肩を張って うなじを垂れて涙を止めるのに一生懸命になってはいたけれど光ったものが一滴膝の上に落ちたその要はさっきから「オブシーンブック」のオブシーンであるゆえんのところを見つけ出そうとしているのだが彼の手にしている一巻のうちには第一夜から第34夜までが収めてあって聞く版で360ページもあるのだから ななかかかか探すのに手間がかかる挿絵で釣られても中身は案外平凡な話がたくさんある。「幽南王と銅板聖者」の話「三つのリンゴ」の話「ナザレの仲買人の話」「黒き島に住む若き王の話」とそういうふうにいちいち表題をあさっただけではどれが一番好奇心を満たすに足るものか見当がつかない。 もともとこの本は今まで完全な欧州語訳がなかったと言われるアラビアの物語をリチャード・バートンが初めて蓄次的に英語に移してバートンクラブから会員組織で出版した限定版であってほとんど各ページごとについている親切な客注を拾い読みしていくと彼には何の興味もない語学上の研究もあるけれども中にはアラビアの風俗習慣に関する解説や 多少話のの内容の伺われる記載がなないいこともない例えば大きくうつろになっているへそは美しいものとされているばかりでなく幼児にあっては健やかに追い立つ印であると思われているというのがある二枚の文紙、ただし上学部に限るの間にほんのかすかな隙間のあるのをアラビア人は美しいと感じるのであるどういうわけかわからないが 変化に対するこのの種族特有の愛情であろうというのもある「王様お抱えの理髪師は好意好感の人間であるのが普通であってそれは主権者の生命を指の間に預かるものだからという至極最もな理由によるかつてある英国の宿女でそういうインドの貴族的フィガロの一人と結婚したものがあったが彼女は夫の感触が何であるかを知るに及んで がっかりして今日が冷めたという話がある東方の海峡国では既婚者と未婚者と問わず若い婦人の一人歩きを禁じていて犯すものがあれば巡査はそれを捕獲していい権利があるこれは密通を防ぐのに有効な手段であってかつてクリミア戦争の時分にイギリスフランスイタリア等の士官が数百人コンスタンチノープルに駐屯していたことがあり 彼らのうちにはトルコの夫人を手に入れたといって得意になった者も,も少なくなかったが実はその中に一人のトルコ人もいなかったに違いないと私バートンは信じる彼らに征服された女はことごとくギリシャ人かワラキア人かアルメニア人かさもなければユダヤ人であるこのところはこの美しく物語られた美しい物語中での唯一の汚点で レーンがここを訳したために貧跡されたのは一応当然なことである要はハッとしてとうとう見つけたなと思いながら急いでその宙を読み下した「レーンがここを訳したために一応当然なことである」しかしここでもそのわいさつさは我々の古い時代の舞台のために書かれた戯曲 例えばシェイクスピアの「ヘンリー5世のごとき」に比べてみて大して相違はないであろうましてこの世話のような物語は男女の席で朗読されたり暗唱されたりするものではないのである要はこの宙のついているバグダッドの3人の貴婦人と門番の話というのをすぐ読みかけたがものの六行も進んだ自分に茶の間の方から足音が聞こえてそこへ高夏が入ってきた。 君「アラビアン・ナイト」は後にしないかどうしたんだいと言いながら要はソファーから起きようともせず名残惜しそうに開いたままの本を足の上に伏せた意外なことを聞いてきたんだよ意外なことって23分間黙って高夏はテーブルの周りを行ったり来たりした葉巻の煙が その歩いた後に霞のような筋を引いた美佐子さんには何も将来の保証がないんだそうじゃないか将来の保証が君ものんきだが美佐子さんものんきすぎるなんだよ一体やぶから棒でちょっと分かりかねるんだが阿蘇との間に いつまでも愛情が変わらないと約束はしてない阿蘇は恋愛というものは飽きる時もありうるんだから将来のことは約束できないと言っているし美佐子さんもそれを承知だと言うんだふん、そういうことを言いそうな男ではあるんだがね要はとうとうアラビアンナイトを思い切ってやっとソファーから身を起こしたしかし 僕は直接知らんのだからどうとも言えないが、そんなことを言う男は不愉快だな。身容によっては随分悪く取れなくもない。けども君、悪い奴なら女の機嫌を取るようなことを言うだろうが、それをそう言わないところに正直さがありはしないか僕はそういう正直は嫌いだ。正直じゃない。不真面目なんだ。君の性質ではそうだろう。 しかしどんなに思い合った仲だっていつかは飽きる時が来る。永久に同じ愛情で通そうというのは無理なんだから約束できないというのにも理屈はあるよ。僕が麻生でもやっぱりそう言うかもしれんね。それじゃあ飽きたらばまた別れるでいいのかい飽きるということと別れるということとは別さ。飽きたからってまたおのずから恋愛ではない夫婦の情愛が生ずると思う。 大概の夫婦はそれでつながっているんじゃないか阿蘇という男が立派な人間でありさえすればそれでよかろうけども飽きたからといって放り出されたらどうなるんだそこの保証がついていないんじゃあんまり心細いじゃないかまさかそんな悪い人間じゃないだろうよ一体こうなる前に秘密探偵にでも頼んで調べたことがあるのかね 秘密探偵に頼んだことはないじゃあ他の方法ででも調べたかね別に特に調べるというようなことはしなかったそういうことは僕は嫌いだしつい面倒だもんだから君という人にも呆きれるな高夏は吐き出すように言った相手は確かな人間だと言うから無論一通り調べてあるんだと思ったんだが それじゃあんまり無責任じゃないかもしも隙間のようなやつで美佐子さんをだましているんだったらどうするんだいそう言われるとなんだか不安になるけれどねしかし会った時の感じでは「大丈夫そういうやつじゃないよそれに僕は麻生よりも実は美佐子を信じているんだ美佐子は子供じゃないんだからいい人間か悪い人間か見分けるぐらいの分別はあるだろう ミサコが確かだと言うんだからそれで安心しているんだそいつはあまり当てにはならんね女というものは利口なようでもバカだからなまあそう言うなよ僕はなるべく悪い場合を考えないようにしているんだからそういうところが君は実にやりっぱなしで変な人だなそういう点を曖昧にしておくから 別れるるのにも思い切りが悪くなるんだ。けど最初に調べりゃよかったんだが今になっちゃ仕方がないな要はまるで人とごとのように言い捨てながら再び物うげにソファーへ倒れた一体阿蘇と美佐子との間にどれほどの情熱が燃えているものか要には想像がつかないのである。 それを想像することはいくら冷ややかな夫であっても面白かろうはずはないので時々好奇心の動くことはありながら彼は努めてその憶測から目を閉じていたそもそもの起こりはざっと二年も前のことであるある日大阪から帰ってくるとベランダで妻と相対している見慣れない一人の客があって阿蘇さんという方 と美子が簡単に引き合わせた。というのは夫は夫妻は妻で命名交際の範囲を作って自由な行動をとることがいつしか習わしになっていたので別にそれ以上の説明は必要でなかったからだけれどもその頃彼女は退屈しのぎに神戸へフランス語の稽古に行っていてそこで友達になったらしい話しぶりであった要には当時ただそれだけが分かっただけで。 その後、妻の身だしなみが前よりは念入りになり鏡の前に日々新しい化粧道具が増えていくようになったことなどは全く見落としていたくらい無頓着な夫だったのである彼が初めて妻のそぶりに気がついたのはそれから1年近くも過ぎてからだったある晩彼は額の上まで余儀をかぶって寝ている妻がかすかにすすり泣くのを聞くと 長いことそのすすり泣きを耳にしながら、明かりの消えた寝室の闇を見つめていた。妻が夜中にえつの声を漏らすことは、それまでにも例がなかったわけではない。結婚してから一、二年の後、次第に性的に彼女を捨てかけていた当座、彼はしばしば女心のやるせなさを訴えているこの声に脅かされた。そうして、 声の意味がわか,か,かわいそうだと思えば思うほどなおさら自分と妻との距離の遠ざかるのが感じられ慰める言葉もないままに黙ってそれを聞き過ごしたものであった彼はこれから生涯の間何年となく夜な夜なこの声に脅かされることを思うともうそれだけでも独り身になりたかったのであるが いい塩梅に妻はだんだん諦めてしまってそれから数年来というものはついぞ聞かずに住んでいたのにそれをその晩は久しぶりで聞いたのである彼は最初は自分の耳を疑い次には妻の心を怪しんだ「今更になって何を彼女は訴えようとするのであろう諦めたように見えたのは実は諦めたのではなく いつかは夫の情けのかかる折もあろうかと長い歳月をこらえていたのがとうとう待ちきれなくなったのであろうか彼はなんというバカな女だと腹立たしくさえ感じながらやはり昔のように黙ってそれを聞き過ごしたがその後毎晩のようにすすり泣くのをやめないのがあまりにも不思議なのでうるさいじゃないかと一変叱ってみたことがあった すると美佐子は彼の知ったをきっかけにして一層声を放って泣いた。「缶にしてください私あなたに今日まで隠していたことがあるのよ」とその声の下から彼女は言ったそれは要には意外でないことはなかったけれども同時に軽幕を解かれたような不意に肩の荷がのぞかれたような気安さを与えないでもなかった。 自分はやっと広々とした野原の空気を胸いっぱいに吸うことができる彼はそう思ったばかりでなくその時人根に仰向けになって実際深々と肺の底まで息を吸った彼女の愛は今までのところでは心臓だけのものであってそれ以上には進んでいないということだったし彼もその告白を疑いはしなかったけれども しかしそれにしても、道徳的に彼の負い目を総裁するにはことが足りた。彼女にそういうものができたのは自分が仕向けたからではないか、そう考えると、己の卑劣さを咎めないわけにはいかなかったが、正直のところ、いつかはこういう時の来るのを密かに望んでいただけであって、そんな望みを口へ出したこともなければ、進んで機会を作ってやった覚えもない。ただ、どうしても、 妻を妻として愛し得られない苦しさのあまりにはこの気ど毒な可れんな女を自分の代わりに愛してくれる人でもあったらばと夢のような願いを抱きつつあったにすぎないしかも美佐子の性質を思うとよもやその夢が事実になろうとは予期していなかったのであった妻も麻生のことを打ち明けてからあなたにも恋人があるんじゃないのと聞いた。 今では彼女も彼が望むと同じようにそれを望んでいたのであろう。けれどカナは僕にはそんなものはないと答えた。彼が彼女にすまないことをしているのは、妻には体操を守らせながら自分は守っていないということ。そんなものはないにもかかわらず、ほんの一時の物好きと肉体的の要求とからいかがわしい女を求めに行くということだけだった。 金目にとって女というものは神であるか玩具であるかのいずれかであって妻との折り合いがうまくいかないのは彼から見ると妻がそれらのいずれにも属していないからであった彼は美佐子が妻でなかったらあるいは玩具になしえたであろう妻であるがゆえにそういう興味が感じられなかったのでもあろう僕はそれだけ まだだお前を尊敬しているんだと思う。愛することはできないまでも慰み者にはしなかったつもりだ」と要はその晩妻に語った「そりゃあたしだってよく分かっているわありがたいとさえ思っているわだけどあたしは慰み者にされてでももっと愛されたかったんです」妻はそう言って激しく泣いた。 金目は妻のその告白を聞いてからでも、決して彼女を麻蘇の方へとそそのかすようにはしなかった。ただ自分には、妻の恋愛を道ならぬ恋であるとする権利はない。自分はそれがどこまで進展しようとも、是認するより仕方がないという意味を言った。が、そういう彼の態度が、関節に美佐子をそそのかす働きをしたことは確かであろう。彼女の求めていたものは、 そういう夫の物分かりの良さ、思いやりの深さ、寛大さではないのであった。私、自分でもどうしていいかわからないで迷っているのよ。あなたがよせと言ってくだされば、今のうちなら寄せるんです。と彼女は言った。もしその時に、圧政的にでも、そんなバカなことはよせと言ってくれたらば、その方がどんなに嬉しかったであろう。道ならぬ恋だとは言われないまでも、 せめて「ためにならないから」とでも言ってくれたらそれだけで麻生を思い切りもしたであろう彼女の望んでいたものはそれであった自分をこうまで疎んじている夫から愛されようとは願っていなかったもののどうにでもして自分の声を押さえつけてもらいたいのが本心であったしかし夫は「どうしたらいいでしょう」と詰め寄っていくと「どうしていいか僕にもわからない」とため息をつくばかりであった そして、阿蘇の出入りすることにも、彼女の外出が頻繁になり帰りが遅くなることにも何一つ干渉もしなければ嫌な顔も見せなかった彼女は生まれて初めて知った恋というものを自分でどうにか始末するより道がなかったすすり泣きの声がその世の告白のあった後にも なお折々は寝室の闇に響いたことがあったのはこの石のように冷たい夫から突き放されながらさすが一途に愛欲の世界へ身を落とし込む勇気もなくて思い余った結果であった。ことに男から手紙が来たりどこぞで会ってきたりした晩などには夜中しくしくと忍び寝に泣くのがヤグの襟から漏れ続けて明け方になるまで止まなかった。 そしてある朝ちょいとお前に話があると要が彼女を洋館の開花の部屋へ呼んだのはそれから半年ばかりも過ぎた自分だったであろうかテーブルの上の水盤にシナー水栓が生けてあって電気ストーブに当たっていたのを覚えているから何でも冬の美しく晴れた日のことだったその前の晩もやはり夜通し泣き続けて 彼女も要もほとんど寝られなかったので差し向かいになった夫婦はどっちも腫れぼったい目をしていた実は要は夕べのうちにも口を切ろうかと思ったのだが広ろが目を覚ます心配もあり暗い場所だとそれでなくても涙を用意している妻が一層感傷的になりそうなのでわざと爽やかな朝の時間を選んだのであったこの間から考えていたんだが お前に少し相談があるんだと彼ができるだけ軽快なピクニックにでも誘うような気楽な口調で切り出した時「私もあなたに相談したいことがあるのよ」とオウム返しに美佐子もそう言って睡眠不足の目の淵で微笑しながら暖炉の前へ椅子を寄せたそして互いにその胸の内を打ち明けてみると2人は大体いい同じような経過をたどって同じような結論に達していた とても自分たちはそう愛し合うことはできない。互いの美点は認めているし、性格も理解しているのだから、これから10年、20年を過ぎ、老境にでも入ったらば、あるいは肌が合うようになるかもしれないけれども、そんな当てにもならぬ時を待ったところでしようがないと、夫が言えば、私もそう思うと妻が答えた。子供の愛に引かされて、自分たちの身を埋もれ着にするのが愚かしいという考えにも、 二人ながら行きいいていたけれどそこまでは来ていながら別れたいのかと一方が問えばあなたはどうと一方が問い返すつまりどちらも別れた方がいいのを知りつつそれだけの勇気がなくただ自分たちの弱い気質を呪っては当惑している状態にあった夫の腹の中を言えば自分の方から妻を追い出す理由はないし 積極的に出れば出るだけ寝覚めが悪いに違いないからなるべくならば受け身でありたい。自分は差し当たり誰と結婚したいという相手があるのでもないのだが妻にはそれがあるのだから妻の方から覚悟を決めてもらいたかったところが妻の言い分は夫にそういう相手がなく自分ばかりが幸福になるのでは分かりづらい自分は夫に愛してもらえなかったとはいえ夫を無情な人だとは思っていない。 上を望めばきりのない話だが、ずいぶん世間には不幸せな妻も多いことだし、それから見れば、自分などは愛せられないというだけで、他に不足はないのでありながら、その夫を捨て、子を捨ててまでもというほどの気にはなりきれない。要するに、夫も妻も、別れるならば自分の方が捨てられる側になることを願い、どっちも自分が楽な方へと回りたかった。しかし、自分たちは子供でもないのに、 何がそんなに辛いのだろう理性の良しとするものを実行することができないのは何を恐れているのだろう。結局のところは過去の絆を断ち切るだけのことではないか。その悲しみはただその刹那のものであって多くの人の霊を見れば長い間にはだんだん薄らいでいくのである。僕たちは先のことよりも目前の別れが怖いのだねと夫婦は語り合って笑った。 要は最後に、では僕たちは自分たちにもわからないように、ごく少しずつ別れる手段を取ろうではないか、という定義をした。昔の人は、離別の悲しみに打ち勝てないのは侍女の情だと言うかもしれない。けれども今の人間は、たとえずかな苦痛にもせよ、もしそんなものを味わわないで同じ結果が得られるならば、その道を取るのを賢いとする。 自分たちは自分たちの臆病を恥じるには当たらない。臆病ならば臆病のように、それに適応した方策によって幸福を求めるがいい。そこで要は、あらかじめ頭の中へ過剰書きにしておいた、次のような条件を出して、こうしてみたらどうかと言った。一、美佐子は当分、世間的には要の妻であるべきこと。一、同様に阿蘇は、 当1世間的に疑いを招かない範囲で彼女が阿蘇を愛することは精神的にも肉体的にも自由であること。1かくして12年の経過を見愛し合う2人が夫婦になってうまくいきそうな見込みがつけば要が主となって彼女の実家の了解を得るようにし 世間的ににも彼女を阿蘇譲ること1それゆえここ12年の間を彼女と阿蘇の愛の試験時代とするもしその試験が失敗し両者の間に性格の齟齬が発見され結婚しても到底円満にいかないことが認められたら彼女はやはり従来の通り要の家にとどまること1幸いにして試験の結果が成功し 二人が結婚した場合には、要は二人の友人として長く交際を続けること。彼はそれを言い終わった時、妻の顔色がちょうどその朝の空のように輝きに満ちてくるのを見た。彼女は一言、ありがとうと言った。そのまぶたからはぽたりと嬉し涙が落ちた。 本当にそれは何年ぶりかで心の底からわだかまりが取れ初めてほっと天日を仰いだというふうであった妻の喜びを知った夫も同じように胸の使いが下がった気がした連れそうてから長の年月奥歯に物の挟まったような心地でばかり過ごしてきた夫婦は皮肉にも別れ話の段になってようよう互いにこだわりがなく打ち解けることができたのである 言うまでもなく、それは一種の冒険ではあるけれどもしかしそういうふうにして目をつぶりながら次第に抜き差しのならない羽目へ身を落とし込んでいくのでなければ夫も妻も別れる道はないのであった阿蘇にもそれは依存のあろうはずはなかった要は彼にその考えを打ち明けた時西洋ならばこういうことはそうやかましい問題にもならない国があるでしょう けれど今の日本の社会ではなかなかそうは生きにくいからこの計画を実行するにはよほど上手に立ち回らなければならないと思いますそれには何よりも我々3人が互いに固く信じ合うことが第一だどんなに親しい友達の中でもこの問題ではとかく誤解が起こりやすい我々は命名随分デリケートな関係に立っているのだから互いの感情を傷つけないように そして一人の不注意のために他の二人が窮地に陥ったりしないようによくよく気をつけていかなければならない。どうかあなたもそのつもりでいてくださるようにと念を押したが、その相談の結果として阿蘇はなるべく要の家庭へは姿を見せないようになり美佐子の方から妻へ行くことになったのであった。その時以来、要は二人の関係に文字通り 目をつぶっってしまった「もうこれでいいこのままじっとしていれば自分の運命は独りでに決まる」彼は流れに身を任せて事の成り行きが運んでくれるところまで素直に盲目にくっついていくように努める以外に自分の意思を働かせようとしなかったただそうなってもなお恐ろしいのは試験時代の期間が過ぎて いよいよといととう最後の時が迫りつつあることだったいかになだらかにずるずるべったりに押し流されていこうとしても一度は別離の場面を回避することはできない見渡したところ穏やかなような船地にもある一か所で暴風帯をくぐらなければならないのであるそこへ来た時はつぶっている目をどうしても開けさせられるのである そういう予感は臆病な彼をますます一時逃れにさせやりっぱなしにさせ横着にさせる結果となった君は一方では別れるのがつらいつらいというそして一方ではそんな無責任なことをしているそれじゃだらしがなさすぎるなだらしがないのは今に始まったことじゃないさしかし僕は思うんだが 道徳というものは個人個人で皆いくらかずつ違っていていい人は誰でもその性質に適するような道徳を作ってそれを実行するより他に仕方がないね。そりゃその通りに違いないがで君の道徳ではだらしのないのが善だということになるのかね。善ではないかもしれないが生まれつき決断力の乏しいものは 強いて性質に逆らってまでも決断する必要はないそういうことをしようとするといたずらに犠牲が大きくなって終局においてかえって悪いことが起こるだらしのない人間はやはりだらしのない性質に応じて進退する道を考えるべきだそこで僕の道徳を今の場合に当てはめると別れるということが終局の善なんだから最後にそこへ行けさえすれば家庭はどんなに回りくどくっても差し支えない 僕は実はもっとだらしがなくっても構わないと思っているんだ。そんなことを言ってると、終局の善に達するまでに一生かかってしまうかもしれんぜ。ああ、僕は真面目にそれを考えたことがあるんだよ。西洋の貴族の間では貫通は珍しくないという。しかし彼らの貫通というのは、夫婦が互いに欺き合っているのではなく、 暗黙のうちに認め合ってる場合つまり現在の僕の場合と同じようなのが多いんじゃないか日本の社会が許しさえすれば僕は一生この状態を続けていたっていいんだけれどな西洋だってそんな流儀は時代遅れだよ宗教の威力がなくなってしまっているんだから宗教に縛られているばかりじゃないやっぱり西洋人にしても 過去の絆をあまりにはっきりと断ち切るのが恐ろしいんじゃないのかなどうしようと君の勝手だが僕はもうごめんをこむるぜそうにべもなく言い放ちながら床に落ちたアラビアンナイトを今度は高夏が拾ったなぜなぜって分かりきってるじゃないかそんな曖昧な離縁話に。 他人が口を挟みようはないじゃないかそりゃあ困る困るのは仕方がなかろう仕方がなくてもとにかく君に逃げられちゃ困る捨てておかれるとなお曖昧になるばかりだね五章だから頼むよまあまあ今夜博君を連れて東京へ行ってくるよ高夏は取り合わないでそっけなくページを送った